札幌市、意味不明なことを言う。財務省表に一切り目を通さず、単年度の赤字のみを見て経営を語っている人があまりにも多すぎると思います。第25期、令和4年4月1日、令和5年3月31日の決算書類を見れば明らかですが、現状札幌ドーム株式会社には約22億円の利益剰余金、内部留保があります。仮に赤字を4億円と仮定し、これが改善されず何の援助も受けなかったとしても、5年は生き延びることができる。十分なキャッシュがあり、すぐさま税金が投入されるような経営体質でもありません。解体資金に充てよう。赤字になった後のことは考えてないんか。5年後のことはその時になってから考えようの精神。ネーミングライツに一切応募ないのが世間の評価なのに、まだなんとかなると思ってるのはやばすぎ。それで5年後以降はどうするんや。5年後のことは新しい市長が考えればええんや。空も税金よ、公共施設と J チームは税金でできている。なんでハムには新月でコンサドーレには激山だったんや。第三セクターは赤字で当然なのに、なんで留保あるん。こんなこともあろうかと日ハムから巻き上げた金を貯め込んでました。じゃあ日ハム引き止めなくていいよね。内部留保とかよく言えるな、不景気の原因なのに。ご視聴ありがとうございました。